はい、こんにちは。どうも、僕監督と申します。本日はね、前回と言った通り、センターフォワード決定戦、レバンドフスキーを、先発させてやっていきたいと思います。はい、センターフォワード決定戦というのはですね、アグエロ、レバンドフスキー、ベンゼマ、ジエゴ・コスタ、そしてジルー、この5人でね、センターフォワード1つの椅子をかけた戦いです。ポイントが、得点が2ポイント、アシストが1ポイント、マンオブザマッチが3ポイント。で、これの合計、各、センターフォワードの各10試合を行いまして、合計が一番高い選手が、チーム内の僕のチームの、センターフォワードの序列ナンバーワンということでね、そういう企画をやっております。はい、それではね、これまでのポイントをね、おさらいしておきましょう。まずね、今現在トップに立っているのがジルー、4試合で5ゴール、1アシストで 3マンオブザマッチ、20ポイント、次に続くのがベンゼマ、3試合で4ゴール、マンオブザマッチが1回で、11ポイントでですね、その次に続くのがアグエロ、前回ですね、4試合目をやりまして、結局ね、合計で2ゴールで4ポイントでね、ジエゴ・コスタ、こちらが3試合で1アシスト1ポイント、レバンドフスキー3試合で0ゴール、0アシスト0ポイントですね。はい、ということで最下位レバンドフスキーとなっております。でね、前々回ぐらいに、告知したんですけれども、こちらのイベントですね、新ルール追加しまして5試合やって、下位2名がね、脱落、もうそこで脱落という形を取りまして、残り3名で残り5試合をやっていきたいと思いますので、5試合ずつですね。なので、今回ね、その当落戦場というか、最下位に位置するレバンドフスキーにはこれで頑張ってもらわないとちょっと厳しいかなというところです。ではやっていきましょう。はい、対戦相手の方が決まりました。レーティング625の方ですね、やっていきたいと思います。ホタルビ FC、 いい名前ですね、チーム。ミュラーがあそこか。セカンドトップなんや。しかもルーカスモーラ、久しぶりに見たな。シャビアロンソ、ポグバ、ウィリアン。ははディフェンスも結構いいですね。ダニーロ使ってる人やっぱ多いな。やっていきたいと思います。まだ行かれへんな、これは。バックス、トゥーボックス。このプレースタイルは何なんやろな、ポグバは。これをもうちょっと真ん中の方に寄して、ええか、とりあえず今回はこれでやっていきたいと思います。はい、いきますか。あ、マラカンでもセットしてくれてる。白の方がいいかな。これでいこう。よろしくお願いします。ですね、このほんまに最下位でね、今何もね、ゴールもアシストも決めてないのレバンドフスキーだけですね。結構ね、急にね、爆発することもあるからね、こんなんは。分からへんけど。ただ、どうやろうな。ロングシュートをね、積極的に打ってみてはどうですかというのをね、そんな感じのコメントいただいたんで、ちょっとね、レバー頑張って打っていきたいと思います。マラカナよりお届けしてまいります。解説、北澤さん。実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。さあ、北澤さん、よろしくお願いします。どうも、こんばんは。えい、何や、今の。なんかおかしかったか？見ていきましょう。ちょっと、空回りしますね、元気だ。このゲームは世界でも十分注目されています。頑張れよ。いわゆる強豪同士の対決ということになります。レバー抜けた。しゃあ、うせやん。ふむ、いきなりね、レバー外してしまいました、豪快に。しかし、今のね、シュートを唇を切って、いけるかどうか。いけんな。おっと、ボールが落ち着きません。レバンドフスキ、ルーカス、ダニーロ、前線のボール、なぜメッシがここに。セルヒオラモス、ポグバ、スルーパスを出す。取られた、取られた。ダニーロ、セルヒオラモス、危ねえよ、危ねえよ。
戻れ戻れ、よしよし、体入れた、メッシ強い強い強い、メッシさすが、あおった、やばい、イブラヒモビッチ、今日の立ち上がりなんですが、両チーム、北澤さんはどうご覧になりますか。まあ始まったばかりでまだ点も取れないですからね。出たか今、全然ありますから、ミスが少ない序盤はお互いじっくりいきたいところですかね。シャルやろうぞ、ポグバ、チアゴシウバ、やばいな、左サイドで攻防され、あ、今向こうからしたら右サイドだけど、これややこしいよな、ここから目線も、おっとメッシー、あ、痛いずら、パリサンジェルマンとしては中盤はほとんどスペースを与えないっていう意図が見えますよね。ボールアプローチに気持ちが入ってますからね。待て待て、今日はまだ前半両チームともここまでゴールは生まれていません。ポグバ、さあ左へ預けて、あ、惜しい、これが今のな、まあ、クロス上げて行きたいところ、やばいやばいやばい、ちょっと右サイドへ大丈夫、抜けてくる、とりあえず大丈夫、いける、このボールに触ります、メッシー、こっち、レイル、え、え、取られた、このボールはイブラヒモビッチへ、 OK、 ブスケツ、ブスケツからメッシー、アザール、さあメッシ、裏へのスルーパス、いける、よっしゃ、先制、やったやっぱ決めたぞ、アリサンジェルマン、ついに、ここついに決めた、今のゴールシーン、中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、油断するなよ、油断してしまった、危ない、ほんまにやばかったな、この身長さやからリカルとかもあったな、でもなんとかだった、隙まで味方してやがる、得点直後の気の緩みっていうものがありますから、まずこのリスタート後のボール、はい、これをきっちり抑えてリズムを作っていきたいですね。そうですね、ああなんと、しかしポグバのこのパスから、さらにメッシの、おっと、これはファールを取られましたか、よし、いい感じいい感じ、盤石、前半28分、そしてフリーキック、決めてやるぜ、食らいやがれ、食らいやがれ、おーしー、もう落ちとったんちゃう、落ちとったんちゃう、見せてくれへんの、最初のコーナーキック、パスや、短く出す、チャンスだ、いけ、あり気味のボール、あ、メッシー、わしゃい、メッシのシュート、やったで、いや、追加点、やったやった、しかし毎試合なんかみんな結果残すのってどうなってるんだろう。ロイヤーがこう弾いたボールでしたが、これをうまく詰めました。いや、これはポジショニングセンスが光りますよね。毎試合毎試合みんな結果を残すから、ほんまにこれは初めてそこに入れますからね。センターフォワードが奮起してるということでいいのかな、やっぱり今自分がどこにいるのか位置を把握できないと、ここまで落ちてくることができないですね。1億ユーロの男、噛んでもた、1億ユーロの男、あ、でももう一回言うと、パリサンジェルマン着実に得点を重ねていきます。2対0、まあ、1点取った後またさらに追加点、1回目では狙いとしては最高ですよね。スリーボールだ、このボールはメッシ、いけるね、いいよ、それはいいよ、ロングフィードでいけるよ、裏へ落とした、いいよ、フリーだ、アザール、あっと、また入った、跳ね返りを再び入れる、ちょっと2点目のゴールとよう似てますね。パリサンジェルマン立て続けにゴールを決めてきます。アザール、取られた、今はキーパーの跳ね返りを見事ゴールに収めました。いや、これは落ち着きましたよね。よしよしよし、結構下に深い選手が多いんですけどもね、しっかり次のプレーが予測できているということなんでしょうね、はいはい、こういったシチュエーションだとオフサイドなんていうこともよくあるんですけどもね、ラインを見ながらしっかりできましたよね。食ユーロからのレッシーで失敗、3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。まあ、1点取った後
またさらに追加点。1回目では狙いとしては最高ですよね。ヤンデイ、ウィリアム、ヤンデイ、楽勝。アラバっていうのがね、頑張れゴエモンっていうのがあったんですけど、ゴエモンの音声やったかな。はい、サイドラ、なぜ突然頑張れゴエモンだったのかわかりませんが、前半だけで後半やっていきたいと思います。アリサンジェルマン調子いいですけど、大きくリードし後半を迎えます。はい、後半戦やっていきたいと思います。行きましょう、後半行きましょうよ。いいよ、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 これはスローイン。ちょっとね、レバーなんとかゴール決めさせてあげたいけどな。そういうんじゃないんだよ、うちはね。事前事情や、事前期言われ。ガルバハル。ああ。左から上がってます。全員が優勝することはできないからね、このチャンピオンフィギュアは。センターフォワードの決定戦はね、全員が優勝というのは無理だから。何だったかな、成功への道というのは、細い道であって、ルーカス2人が並んで通る。ちょっとまずい。裏狙いましたね。これは2人並んで通る。もうちょっと言われへん、やばい。縦にボールを送ります。おい、ベイル抜けてくる。わ、さあ一気にカウンター。裏に味方を走らせる。ああ、さ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 あ、いけるで、待て、何やそれ。このボールに触ります。柔らかいボール、許さん。あ、何やこれ、トラップできたの。アリサンジェルマンがこのセカンドハーフの序盤で3点差とリードしているんですが、その後の展開をメッシだけでも入ろうか。どうご覧になりますか。おそらくちょっと疲れ始めてるから、相手に対応していく形でいいと思いますけどね。この点差ならリスクを犯さなくてもいいですし、もうちょっとあと3分ぐらいか、あと5分か、ワンプレーだけ、レバーを使って最終的になんかな、クリドナを入れて、であいつ出したいと思います。あいつね、もう一度スローインになります。もうワンプレー、もう60分超えるもんね。再びスローインです。超えたんちゃう、なんか受けろ。ちょっとこんなんばっかりやん。長いボール縦へ、オフェ、あ、やばい、カバーに、あー、なにこれ、うまっ。失点で終わるという僕の目が儚く散りました。グルンテープユナイテッド、このゴールであと2点です。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。ダメ、これは気持ちのいい一発が決まりましたね。ちょっとそれはあかんね、やばいね。すごいボールスピードでしたからね。そうですね、当たっていてもなかなか止められないですよね、うん、今のは。あ、やばい、あかん、あ、おー、助かった、助かった。はい、まあレバーも変えましょうか。ちょっと引っ張ってても仕方がなそうなんでね。これはスタミナ残ってんねんけどね、まあしゃあないわ。変えると決めた以上変える。そうやな、今一応アグエロと今のレバーとでジオコスタで、まあ、3つ目の枠を争ってるみたいな状況か。一応な、ベンゼマとおそらくジルー2人は、まあ、もう一応確定やろうとは言われてるって僕が言ってるわけだから、守備に集中して隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどね。誰あれ、あー、はははは、は、思い出したわ、あれもおったな、あのフッキや木みたいな選手持ってるな。どこをやってんだろうって言って、うわ、シャビアロンソ、お、
ロナウド、もう一つ前に行きたい。あ、やばい、やばいことになってきたぞ。ウィリアム大きく立て、はい、このボールをカットします。そっちちゃうね、ちょっと待ってくれ。よし、いいぞ。あ、組み立てていきます。そこらうか。ドウグラスコスター前線へ出す、取る。うん、このボールはカットです。いいか、いった。アラバ長いボールを送ります。このスルーパス、やばい。おお、シュート。そうはせんぞ。おお、危ないけど。出すぎやね、これは。出てきすぎだよ。ほっとく、ほっとく。ほっとく。中央へ。ネイマール。あかん、ちょっと一人でドリブル仕掛けて失敗した。一人で失敗した。ボールのところパス。やばい。よしよしよし。ガルバハル。赤、やばいの取られた。裏へチップ。ここ仕掛けてほしいですね。ネイマール。ネイル。ここで受ける。受けるで。自分で行く。ああ、やだった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 。やっちゃった。奥だ。お、しかし。ネイル。スペースへ出す。おっと来た。オッケー。決まった、追加点。パリサンジェルマン。でしょうか。これで3点差です。はい。あ、どうだった。シュート前の一歩で勝負あったか。キレのあるスルーパスからの一発。いや、素晴らしいですよね。走る、ベイルも走る。スルーパスを出せたってことですよね。あ、取られた。一番やりたいんですけど、やっぱディフェンダーがいなかったところのスルーパスって出せないんですけども、よくそこのスルーパスのゾーンを見つけましたよね。ちょっと待って、そっちじゃね。ああ、取られへん、やばい。さあ、パリサンジェルマン単独突破許してる。しかし、いくで、かぶって、おしゃい。スーパスを出す。いいボールだ。おい。旗は上がっていません。オッケー。追加点。アリサンジェルマン。アリサンジェルマン全く手を緩めません。オッケー。北澤さん、これうまくマークを外しましたよね。いやー、パスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。ああ、しっかり出してとイメージが共有できてないと当たっとるな、キーパー。はできないですからね。いや、相手のバックスも一歩対応遅れてましたよね。出す。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールでしたね。今日2点目のゴールです。どっか行ってはだ、キーパー。さあ、パリサンジェルマン圧倒的な強さを見せています。まあ、1点取った後またさらに追加点、そういった意味では狙いとしては最高ですよね。うまくボールに行きました。失敗した。誰か、あかん、カバーに入ってる。 OK、 あかん。ロングフィード。まあまあまあ、これで、おお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 、セルギオラボス。 OK、はい、5対1。5対1。ちょっと1点削ってきちゃいましたけど、全く寄せ付けない強さで勝利しました。あー、マンオブザマッチはメッシ。ゲームを振り返ってのコメント。メッシやな、ワンゴールワンシステムだな、多分な。しっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だ。ということで、レバンドフスキーがワンゴールということでね、結果残しましたね。そうですね。いや、よかった、ゼロで終わらんかったね、レバ。ただ、さあ、そろそろお別れの時間です。まあ、なんせね、残り5試合やりたければ、あとこの枠一つのところ、本日はありがとうございました。アグエロが今4試合で2ゴール4ポイント、ここに滑り込まなきゃいけませんね。結局ロングシュート1回打って、 あれ入っとったらよかったけどな、あればな。あほう、何やあのキーパー、これ多かったな、転がってきた。メッシ、ここにね、レバーがね、走り込まなあかんねんけどね、なんかちょっと一歩引いて、なんかスペースを作ってたみたいな感じになっとるからね。
かっこいい。アザールいいよ。そう、ほんま毎試合センターフォワードがね、点取ったりアシスト決めたりしてるから、全部動画になってるやんか。でも綺麗なゴールやったな。ワンタッチで決められて。ていうか、なんかほんま、毎週ライブアップデートで喜んどったけどね、ライブアップデートなくなった方がほんまに調子いいわ。なんでやろうな。これクリアナ打ったらよかった。クリアナこの子でパスせへんもんな、絶対。あれはもう打たなあかんシーンやけど、より確実性を求めてしまった。これネメシの綺麗なレバーね。よかったやん、レバー。レバー。ちょっとでかいやつ見よう。レバー。はい。ということで、行きましょう。まあ結果おさらいしておきますと、レバンドフスキー、これで4試合。4試合でようやく1ゴールを決めました。そして、ということは、2ポイント。マンオブザマッチだけはちょっと終わらなかったな、残念ですが。はい。ということでね、あと1試合、まあ、レバンドフスキーね、頑張ってやっていきたいと思います。で、レーティングも720。なんか、微妙に上がってきたな。はい、いい感じです。ということでね、一応次回はね、ベンゼマか。え？これ今、メインスカットやな。次回は一応ベンゼマの予定でやっていきたいと思います。はい。まあ、得点、アシスト、何もなければ、そのまま。動画アップされず、結果だけ報告しますので、はい。また次回見てください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録のよろしくお願いします。ポッカン徳でした。お気に入り。